そうですね、一昨日ライブがあって、はい、そのライブの時にピンクじゃなかったら盛り上がるかなという安易な考えですそれ以外何にもなんか SNS ではこう、うん、平成ジャンプの八乙女光くん、ああそうそう、ラジオでね、ラジオでその八乙女くんとなんか去年 の、うん、あのダウンタウンデラックスかなんかで、うんうん、その髪の色がピンクやめたんだって話してて、うん、同じ色にしましょうよみたいな、うんうん、下りやってて、で、あ、絶対しますってその時ね、あるじゃないですか、大人のなんか適当な流すやつ、それでなんかしますしますって言っちゃったんで、なんかそれがすごい心残りで、あ、本当にしてやろうと思ってしちゃいましたね約束を果たしたという、はい、そうですね、かなり評判がいいようですけど、あ、本当ですか、いやでもなんか難しいですよね、あの作っちゃったグッズとかがピンク色なんで、そのなんか、はい、どうしますみたいな、ピンクにちょっと一瞬戻しましょうかとか、なんかそういうややこしいことには今なってて、うん、どうしようかなって迷ってます。ありがとうございます。はい、よろしいでしょうか。